東グリーンマンバ、別名、東部グリーンマンバは、コブラカマンバ族に分類されるヘビ。特定動物。有毒。ケニアから、南アフリカ共和国先部にかけて全長は150から200センチメートルで、最大は3.7メートル。体型は細長く、体重は、他の同じくらいの長さの毒蛇に比べても軽い。名前の通り、明るい緑色のヘビ。 同族で縁の近い西グリーンマンバとは、鱗の周囲が黒く縁取られているかどうかで、区別できる。西グリーンマンバは縁取られているが、本種は縁取られていない。怯えたり興奮したりすると、インドコブラのような風土はできないが、首のあたりを平らにする。強い神経毒を持っている。その成分は、カルシクルジンなどである。禁煙のブラックマンバよりも、毒性、毒量ともに小さいが、 それでも噛まれると、痺れや麻痺、そして、心肺機能の停止により、死に至ることもあり、即時に医療機関での治療が必要である。沿岸やサバンナの湿地帯に多く、常緑樹に住むことを好む。竹やぶやマンゴー農園にも多い。樹状性が強く、餌を探す時や日光浴の時以外には地上に降りることはあまりない。また中高生。ブラックマンバーとは異なり、 性質はおとなしく、攻撃性は少ない。驚いた時にも口で威嚇したり攻撃してきたりすることは少なく、素早く逃げ出すことが多い。ただし繰り返し挑発すると攻撃を仕掛けてくることもあり、滅多にないことであるが噛みつかれると強い毒を受ける。食性は動物食で小型哺乳類、小型鳥類を食べる。特に木の枝の鳥の巣を襲うことが多い。 若い個体はカメレオンやトカゲも好む。繁殖形態は男性で夏に6から17個の卵を軌動等に産む。孵化したての幼蛇は35センチメートルから45センチメートル。繁殖期にはオス同士が争い、時には数時間に及ぶが、その戦闘中に相手を噛むことはない。ありがとうございます。